よし、お前ら行くぞ。龍蔵は墓におるはず。おう、来たか。それじゃあ飯をぶん取りに行くか。これで皆か。戦えるやつだけ集めた。他の連中は動けなくてな。砦を襲うには心もとない。枯れ木に満開の花を咲かせる方がたやすいかもな。七に生ありだ。七に陥らぬよう進めたいもんだな。石膏が戻った。来い。中に大勢いるぞ。櫓にはのろしずつも。船の兵に加勢されては一大事だな。挟み撃ちに遭う。俺が何とかする。筒を壊したら撃ち入るんだ。失敗したら俺の仇を撃って兵糧を奪えばいい。そりゃ明暗だ。 I was kind of hoping the Ronin outfit would look cooler, like...More like Ryuzo's. Ryuzo's? Ryuzo? I don't. I apologize. Yagura から目を離すな。わかったよ。So these dudes are probably respawned, right?
watch me be sure. These guys have this super fast bow. Or really like a quarter bow.櫓にもなかった。他にはないか。もうこのムクロと神の山だけだ。見せろ。お前読めるのか。鑑賞ならば多少はな。いつの間に。孫子を学んだ折だ。ここは中継所だったようだ。兵糧は今頃船に。船は港だ。追いつけやしない。砦は奪った。まさかお前。話を聞こうか。まずは様子を探ろう。山に蒙古の小舟がある。蒙古の陣はまさか突っ切るとか言うなよ。硬い防備に旧兵か。正面からでは難しいな。仲間を敵陣に送り込むのはごめんだぞ。あの火薬に火矢を放ってはどうだ。ひととき気は引けても浜から目を離すことじゃねえな。旧兵を崖に置け。周囲を引きつけた隙に船を盗もう。砦のことはまだ気づかれてない。奴らが気もしない味方を待つことになる。船を盗むまで時を稼いでくれ。その後は森に逃げ込め。合図を出したら好きなだけ暴れるんだ。行くぞ。浜に降りよう。聞こえたな。行く。頭見ててください。お前の戦い方
長岡の刀比べを思い出した。お前は手立てを選ばん。勝負だからな。お前も本気だったろ。さてね、何が言いたい。別に、ただ思い出しただけだ。またいずれ話そう。死なずに済んだな。用意ができたようだな。松明を頼んだぞ。さすが俺の仲間だ。あの火を見ろよ。急がねばならぬ。貝を持て。誰も船を狙ってこなかったな。お前の手下が気を引いたのだ。食い物を探そう。ない。刀比べは煩わしかったのか。気づいてくれたか。ないな。早く言えばよかったものを。言いたくても会えなかったからな。まあいいさ、昔の話だ。何もないな。兵糧はあったか。いや、隣の船かもな。聞こえたか。4人、いや5人はいる。逃げ場はないな。戦うぞ。てめえら、いい船だな。さあ急ぐぞ。手が来た。殺せ。次の船にあるはずだ。俺が行こう。ここは任せる。流行るなよ。
Gagar bu oru geçiyorsundu. この服これは何だ？蒙古の兵略図か。雄三と話そう。この船にもないか。何かあるはずだが。目立ちなんてなくても倒せたぜ。だろうな。あのデカッパラ見たか。食いもんは奴の腹ん中だよ。どうぞ。実証、俺たちの食いもんが。龍蔵、逃げるぞ。泳げるか。それしかねえんだろ。行くぞ。今も見つからねえよ。隠れなければ。あそこに身を隠せそうだ。食い物持って帰るって約束したのに空手で戻るとはな。別の手を考えよう。それまでに全滅しちまうぞ。船でこれを見つけた。敵の兵略図だ。補給路が載ってるか。地図も書かれていた。役に立とう。よこせ。抜け駆けするつもりか。
俺は奴らを養わなきゃならん。お前とは違う。その地図がいるんだ。カネタの木には来てくれるな。約束しよう。姿を見られるな。お前のようにか。ユナにまた会わねば。I was right the second time. I hoped it was like climbing claws, but it's the grapple hook. That's the only thing that made any sense、at that one shrine that I couldn't go to. It would have been cooler to have those like weird samurai climbing shoes.But whatever. That's ridiculous. Is the standoff as a ghost thing?Oh, cool. There's a talisman of rebirth. I don't know what else to call it. An auto phoenix. Cool. Yes. I need all of these. And I'm level a million or whatever they, however they determine things. I will have them.、so I've done like everything in the game besides. Oh, there's more stuff. There's.I mean, in the game so far, obviously. You just need to camp. This is true.Hold triangle, then double tap.
turn, should I just kill one of them? Dude? I really didn't mean to do that. It was a waste. I don't want the combo either. I mean, I do, but I don't want to use it right now. Dude crawling around somewhere, isn't there? Oh, there's two more dudes. It's hard to like rush. I mean, I'm not trying to rush through the game, but it's hard to make progress when there are a million side quests. お侍、お頼みしたいことが。どうした？私はしがないクス氏で野営の病人を治療したいのですが、いかず森の中で。森には賊や猛虎がうろついておるぞ。ですから、お守りくだされ。よし、わかった。This should be a $10 discount automatically, even for having this quest. 病は戦うものではなく、寄り添い始めて治すものです。病の話がまことならば、すぐに立つぞ。広がる前に食い止めねば。感謝します。逃げ延びましたね。ユナというおなごのおかげだ。俺を浜から運んだ上、手当てしてくれた。腕の良いクス氏のようで。あれほど勇ましき者は知らぬ。俺の命の恩人だ。
我が母を思い出します。昔私は体が弱く丈夫になれたのは母が作った薬のおかげでした。それからクスシを志そうと。おや、人がいるようですね。お主は下がっておれ、見てこよう。早く食い物をよ。太刀を抜け。村の者が残らず病にかかって二人で逃げ出したところです。病原は悪霊です。ご先祖様を怒らせました。我らは戦わずして猛虎に食料を渡したのです。奴らが去ると皆が病に。この地は呪われています。先を行けば宿がある。休むといい。今は外にいる方が危ない。家に戻り隠れていなさい。ありがとう。悪霊がついてこないといいのですが。走る！いともたやすく人を斬るとは。斬らねば民が死んでおったぞ。賊といえどもまずは話し合うべきです。話し合うだと？それならばなぜ俺を頼った？お許しを。私は治すことしか知らぬに太刀は持てません。慌ててどうした？何事だ？息子が毒を食べちまったようなんだよ。見せてくれ。野営を差し置くのか。手遅れになるぞ。すぐに済ませますので。仕方ない、俺も手を貸そう。感謝いたします。何を食った？食べ物なんて残っちゃいません。原因を探ってみよう。かたじけない。野生のキノコをかじった跡がこれだな。クスシに知らせよう。いかがでしたか？キノコを食ったようだ。このバカ、なんてこと。空腹のあまり手を出したのだろう。水苔があれば解毒できるのですが。ここにおれ、俺が取ってこよう。苔は見つかりましたか？あったぞ。いいか、よく聞いてくれ。苔を砕き水を少しだけ混ぜたらよく煮るんだ。それを飲ませてやれば明日の朝にはよくなるはずだから。そろそろ野営に行かねば。ええ、息子の命の恩人です。
あの女の息子は百姓と同じ症状でした。体が痛み息切れが激しく。つまり百姓も毒、畑に撒かれたということか。ええ、おそらくは。軽い毒なら苔で済みますが、念のため効能の強いハンゲを取りに行きましょう。池に生えているはずです。急ぐぞ。なぜ池のそばに。ここは丁重に頼んで去ってもらうとしようか。いえいえ、あなた様にお任せいたします。参る。エルペーやシグラッチサモライ。こちらです。ハンゲはあったか。ええ、おかげで十分に取れました。しかしあなた様は人斬りを楽しんでいるようにお見受けするのですが。全ては民を守るためだと太刀を抜くたび自分に言い聞かせて。なるほど、失礼いたしました。病人のもとに行くぞ。野営は目の前です。大変だ、妻が息をしていない。いつから伏せておる。猛子どもがうちの畑に来てからです。何か食ったか。口にできるのは井戸の水しかありません。手遅れだ、すまない。私がもっと早く来ていれば。お主に咎はない。しかし道草を食わなければ死なせずに済んだはずです。そのおかげで救われた命もあるのだぞ。毒がゆえんであると分かることもなかった。ですが毒の出どころまでは。死んだ女が最後に口にしたのは井戸水だったな。そして病が広がったのは猛虎が去ってから。井戸に毒を仕込んだな。水とあれば病は瞬く間に広がります。治せるのか。ええ、ハンゲさえあれば。救ってやってくれ。そういたします。あなた様がいらしてよかった。
ユナに話を聞いてみねば。ここにいて安全かな。森で猛虎を見かけたとも聞いた。でも寺に。手を出さない。なぜだ。もしかしたらブッダの教えを守ってるのかも。あり得る。だけどいつ気が変わってもおかしくないはずだ。温かいものを食べたい。寺がなかったらどこへ逃げてたやろ。弓の手入れをいたしましょう。様が一人もいないんじゃ、このまま乗っ取られるのを見てるだけだよ。よ、これはこれは。どんな鎧でも結構です。これで安全です。もう鍛えられません。ああ、素材を十分にお持ちでないようですね。助かった。ユナに話を聞いてみねば。
今度のホテルコールを見つけた仲立ちがいるらしい。そんなうまい話があるのか。でも試す価値はある。俺の話を広めておるな。聞きたい言葉を言ってやるのさ。噂は広まってるよ、クロードの。お主が言い始めたデタラメではないか。クロードの力を信じてみんな村に残ってんだ。武士の力ではないのだな。武士とクロードさ。お十重が自由になれば、皆おとぎ話から目を覚ますぞ。どうかな。タカは仕事に精を出してるよ。あんたのために必死だ。様子を見に行くとするか。志村様を助けるのに手を貸してくれる人は見つかった？まあな。石川先生と足立雅子殿が生きておいでだ。お二人とも人を追っていらっしゃるが、ご助力くださる。年寄りの弓取りとやもめの武士、それで足りるの？菅笠衆にも会いに行った。頭は古い馴染みであったぞ。じゃあ人手は十分に集まったんだ。お主はどうする？さあね。誰か手を貸してくれ。任せな。タカに会って話は後で。酒井様、打ち終わりました。お待たせしてすみません。縄の先に鉄の鍵を仕込みました。壁登りや谷渡りに役立つかと。丈夫なのか？手前で試しました。オオサメを鍵縄です。良いものだな。借りができた。いえ、とんでもない。俺は姉さんと家と鉄だけで満足なので。痛み入るぞ。ジン、どこにいる？龍蔵。ジン、出てこいよ。誰か武士を見てねえか。どこにいるんだろう。四方を探し回ったんだぞ。仲間が猛虎に捕まっちまった。お十重への救出が難しくなるな。ジン、手を打たないと仲間がやられちまう。おじごも囚われのままだぞ。場所は八立て砦の近くだ。よし、分かった。策を考えてみよう。手下は砦の近くだと言ったな。どこかわかるか？ああ、実は砦の中の檻だ。砦は崖の上。いかにして助けるつもりだ？戦える奴はまだ残ってる。近くの四つ地で待たせてんだ。足りると良いがな。行くぞ。手下はなぜ捕まった？あの地図覚えてるか？補給路が記されておったな。飯はあったか？ああ、万兵付きだったけどな。なれど精鋭を連れておったのだろう。まんまと生け捕りにされちまった。逃げ延びたのは俺だけだ。
生きておるとなぜわかる。昨夜あいつら歌ってたんだよ。うん、猛虎が歌を許したとは意外だよな。上手だったのだろう。このまま浪人をやめてはどうだ。好きでやってるわけじゃない。刀比べで負けたからだよ。ああ、長尾家の刀比べ。それがどうかしたのか。覚えてるか。武家の連中が刀比べを見に来てたんだ。それなのにお前は本気で打ってきて腕が折れかけたぞ。加減すれば誰もが気づいただろう。だからって本気で打つか。負けるわけにはいかなかった。俺ごときにってことか。そうは言っておらん。生まれのいいお前と違って俺はあの刀比べで腕前を見せてどこかの武家の老頭になろうと狙ってたんだ。俺のところに来れば話を通してやったものを。お前に頭を下げろって。嫌だね。俺は一人でどうにかしたかった。なぜ早く言わなかった。なんでだろうな。より出世したな。どうした、お前より名が知れて不満か。ヒロと心臓は逃げたよ。もう戻らんだろうな。あいつら逃げただと。俺の苦労が水の泡かよ。捕まった手下を救うならこの数で十分。戦や病や上で死んだ奴はいても逃げる奴など弱いのだ。お前に非はない。他に逃げたい者は。どうだ。時期暗くなる。出立はできそうか。手